5000円の木工旋盤、盤の上使用ホルダーを作っていました。皆さんこんにちは。今回は5000円の木工旋盤で盤の上使用のホルダーを作ります。昔コンビニで働いていた時に同じようなものを使っていました。ここで水をよく吸い、よく絞れて便利ですね。まず真ん中の円柱から作ります。 2×4 の木材をこの旋盤で削れる長さ 170mm を半分にして2本をつなぎ合わせて使います。角は事前にカンナで削り落としておきます。今回旋盤に木材を固定する爪は以前紹介したもっともっと簡単四つ爪を使用します。では削っていきます。8倍速ですが、削っている様子はノーカットです。一番遅い回転数で回転が安定しているか確認しながら回転数を4、中まで上げていきます。後ほどホールソーで開ける穴の大きさに合わせ太さ 32mm まで削ります。頭の丸い部分を作ります。これは以前紹介した芯押し台を使用しています。続いて円形の台を作ります。ジグソーでざっくり切り取ってトリマーテーブルで丸く整えます。ヤスリがけした後ホールソーで 32mm の穴を開けます。差し込んでみますね。ぴったりです。問題ありません。さて、それでは組み立てをしていきます。円形の台と頭の丸い部分はボルトで付け外しできるようにしてあります。完成しました。早速後片付けで使用し活躍しています。2枚または3枚重ねにして使うと使いやすいです。飾っておける作品も良いのですが、実用的なものを作ると
後々使用できるのが良いですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。